こんにちは、あふみです。本日はですね、今日から始まった神チャレンジをやっていきたいと思います。神降臨ラッシュアシストの項ですね。もうね、画面に出てる通りクリアしたので、まあ、最初に編成を紹介して、その後に立ち回りも紹介していこうと思います。リーダーはバランと、ミストバーンですね。大の大冒険が活躍しておりますけども、バランが、これは進化前のベースがリーダーですね。はい。これが1段階変身で、7コンボ以上でダメージ 55% 軽減、固定1ダメージ、闇の2コンボ以上でダメージ軽減、攻撃力22倍3コンボ加算 で、ミストバーンは変身なしですね。転生のミストバーンが、闇2コンボでダメージ半減、攻撃力6倍4コンボ加算、闇の HP1.6 倍、攻撃力と回復力が3倍。まあ、だからリラフレで7コンボ加算かかるし、まあ、闇の2コンボ知ってればとりあえずいいっていう感じのパーティーです。で、まあ、アシスト無効なので、ちょっとついてるやつ無視してもらっていいんですけども、あ、ちなみにバランは潜在何もつけずにやったんですけど、まあ、特になんか必要なのはなかったな。CT バージンがあったら振りたいっていう感じですかね。サブは、究極の方のバランもう1体入れております。ダメージ吸収があるのでそこのターンで使っていきます。ここは必ず遅延を6振っといてください。そして闇アテナが、初手で威嚇さす役として入れております。で、潜在はですね、消せないドロップ回復になってるんですけど、まあ、特に必要はないか、普通に上限解放でいいと思います。聴覚性が、超コンボ強化です。で、キジールがですね、聴覚性がスキルプラスで覚醒無効解除枠として入れております。潜在がお邪魔目覚め耐性の遅延が2です。で、サブ最後ガロー入れたんですけど、まあ、ガローはね、あんまり必要なかったかな、正直。なのでね、もうちょっと闇の量を生成できるキャラがいいかもしれん。ロック解除して闇を、まあ、6個以上生成できるキャラ、もしくは何色を火を闇にとかで変換できるキャラがいいかなと思いますけども、まあ、一応ガローでもクリアできたので。聴覚性が無効貫通の上限解放です。無効貫通も特に必要はないかなと思われる。スキブでもいいかもしれない。リーダーのミストバーンは聴覚性超コンボ強化の上限解放の、神キラーついております。はい、そんな感じでやっていきました。で、今回はですね、バッチ HP でやったんですけど、指でいいと思います。指ちょっと短いので、指バッチにして、76にされるとこもあるんでね、そっちの方が全然いいと思います。ということでやっていきましょう。はい、1階層からやっていきます。これはね、バラン変身させるだけなので、とりあえず威嚇させて、スキルダメちょっとだけするだけで大丈夫ですね。あと1になるまで、闇を貯めてください。闇2コンボ分貯めたら、そのまま覚醒無効とバインドも無視して、無視というか回復できるので、突破できますね。で、バラン変身のこれでもうね、完全に整いましたね。はい。で、ちょっと早速なんですけど、2階のハマルだっけな、だけの闇吸収だけちょっと詰みなんだけど、まあ一度きりだし5分の1だし、それはちょっと許していただきたい。まあね、毒花火もね、毒耐性がないので、しっかり受けてしまうので、ここの闇吸収だけはちょっと運になってきますかね。まあでもあんまりそうそうね、連続でなることないし、まあ、その辺はちょっと許していただきたい。で、まあ、気吸収とか水吸収だと若干吸収されるので、まあ、ちょっと気をつけながらですけど、まあ、大丈夫かなと思います。で、3階層は覚醒無効をジルで返していきます。で、ロック目覚めは、無視していきます。ロック解除スキルないので、スキルじゃないや、覚醒がないので、L 字は組まずにこのままいきます。
まあただアテナとかね、みんな6回以上で生成してくれるスキルなので、ガロー以外は、まあ、その辺は大丈夫かなと思います。でここは無効貫通はバランのスキルで、対処していくんですけど、ちょっと一旦だけ、足りないのでスキルダメ一旦してもらってからバランを打ってください。スキルダメの時は、まあ、ミストバーン使っちゃったけど、なるべく、ね、闇アテナらへんがいいですね本来はね、まあ、今回は仕方がなく、ミストバーンを使いました。でバランが溜まったら無効貫通スキルとジンで突破していきます。まあ、基本的に闇にコンボあれば抜けるので、闇過剰に盤面にあった場合は取っといた方がいいかな、ロックだし。でここも、ちょっと闇が足りないので、闇やってな、あ足りてたわ、そのまま組んでいきます。まあ、ここも 75% 減貼られてますけど、闇属性だし、まあ闇にコンボで突破できますね。はい、そしたら6階はヘスティアのね、闇吸収、ここもねちょっと毒性吸収があって、でただここはですね、ミストバーンを使って、で闇分割して闇にコンボで一旦耐えてもらえれば、特に問題はないです。で今回は、ちょっと前の回数にねミストバーン使っちゃったから、ガローで対処したんですけど、はい、こんな感じで遅延してくるだけなので、そのまま闇を取っといた闇をコンボしてもらえれば大丈夫ですね。はい、まあ、なのでここで何だっけ、究極のバランの方は絶対にスキル遅延6振っとかないと、ここの階層で、ダメージ吸収打てなくなるので気をつけてください。はい、お邪魔目覚めはジルが弾いてくれて、でバランのダメージ吸収のスキルで、行こうと思ったら闇にコンボ作らないっていうね、ジンで最悪ですね。はい、まあジル使って変換していきました。はい、ここもまあ闇取っといてもまあいいけど、次の階層で76にされるので、まあどっちでもいいかな。まあ、若干76にしては指が短いので、まあ、組みやすいように闇取っとくのはありかなと思います。ここは10コンボ以下吸収ですかね。まあでもリタフレで7コンボ加算あるので、ここは余裕ですね。はい、 OK かな。で硬くもないのでワンパンでいきますと、そしたら次が9回ボス前ですね。ここラジエルが、まあ、若干硬いんですけど、まあ、属性相性的にもいいので、まあ、闇がこのぐらいあれば全然ワンパンできます。でまあ同じく分割してしっかりと組んでいきます。まあ、無効貫通はねガローしかいないので、まあ、組まなくていいかな。いらずにで、まあ2ウェイ組めるなら2ウェイも含めつつ、こんな感じでワンパンしていきます。はい、まあ、若干ギリかな、わかんないけど。はい、でボスバトルが闇カーリー、闘技場の闇カーリーですね。ここは 65% 以下まで削らないと発狂を食らうので、しっかりと組んでいきます。まあ平積みですかね今回も。はい、闇が4コンボ分今回組んでおりまして、しっかりとカンストさせられれば、まあ 65% 残ることはないですかね。半分ぐらいは削れるかと思います。まあ、今回闇アテナのエンハンスも使っているので、まあいい感じに削れましたね。でそしたらもう一回殴っていくだけなんですけど、まあ、もしかしたらね、暗闇してくる可能性があるんですけど、暗闇耐性積んでないので、まあ、その時はちょっと暗闇でね、弾きながらというか、ちょっと時間かかっちゃうめんどくさいパズルですけども、まあ、ほとんど問題はないかなと思います。
はい、こんな感じで2パンでクリア。で、タイムが、20分制限ですけど、タイムが7分30秒ぐらい、40秒ぐらいかな、ということで結構楽ですね。まあ、若干そのハマルの毒性吸収だけ嫌ですけど、まあ、その辺、まあ、もしかしたらガローのとこの枠に毒性吸収キャラで闇生成できるキャラ入れておけば問題はないかもしれないので、まあ、ボックスによってねちょっと合わせて変えてみてください。ということで本日は以上です。次の動画では、裏チャレンジというか金色称号の方もやろうと思いますので、そちらの動画もよろしくお願いします。それではさよなら。